はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、あと数日間で獲得できなくなってしまうめちゃくちゃ有能選手をご紹介していきたいと思います。まだね、獲得に悩んでる方とか、また獲得できてないって方のね、アナウンスも含めて動画にしていきたいと思うんですけれども、そちらの選手が、はい、こちらドリース・メルテンスということで、この選手がね、あと数日で獲得できなくなってしまうんですよね。まあ OMF の位置に置いてるんですけれども、まあちょっとね、なんで獲得できなくなってしまうのかっていうのをね、まず能力値見ていく前に確認していきたいと思います。こちらのね、スペシャル選手リストの方から見ていくと、はい、こんな感じで、こちらのね、トルコリーグの指名契約権からね、獲得できるわけなんですけれども、残り2日と9時間ということで、今週のね、12月15日の木曜日にこれ終了してしまうので、もう獲得できなくなってしまうんですよね。ちなみにこっちのね、オールタイムグレイトっていう方もね、残り2日と9時間ということで、15日の木曜日に獲得できなくなってしまうんですけれども、まあこの指名契約権の星5とかで割と人気なのは、この画面に映ってるミラと、こっちの指名契約権のこのメルテンスかなと思うんですけれども、まあ、残り時間がかなり少ないんでね、これまだ獲得できてないとか悩んでる方はね、獲得しといた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの画面の下の指名契約権のところをね、この中でタップしていただくと、こんな感じで指名契約権の有効期限も出てくるんでね、こちらも要チェックしといた方がいいんじゃないかなと思います。あのマッチパスをね、全部買っている方とかはね、結構指名契約権が余っている方多いと思うので、早めに紹介しといた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあただこの指名契約権の星5とかね、2月2日とかね、まだ期限があるので、まあ、次の指名契約権の時にもね、使えてればするんですけれども、割といい選手が来るか悪い選手が来るとかって、まあ運になるので、まあ、たくさん持ってる方はね、今のうちに使った方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでメンテンスのね、能力値をチェックしていきたいと思うんですけれども、この選手がですね、まあスパサブとしてかなり人気というか有名な選手ですよね。まあ、身長が169センチということで、割とね低めで、かなり使用感がいいというか、ボールが持ちやすい選手になっております。プレイスタイルがチャンスメーカーということで、できるポジションが両ウィング、そして中央で CHST、OMF ということで、まあ、前線でかなり多くのポジションをこなすことができますね。個人的にはまあ ST とか OMF で起用してあげるのがおすすめかなと思います。はい、で能力値も見ていってもね、こんな感じでオフェンス戦も85あって、ドリブル能力値はかなり高めですね。ボールコントロールが89、ドリブルが85、ボールキープが85ということ高めになってるんですけれども、パスもそこそこ上手いんで、 OMF とか ST とかでもね、まあ、2列目でも活躍してくれると思いますし、スピードも81、瞬発も85ということで、かなりねバランスよく能力値高めになってます。ボディコンも85ということで、まあ使用感がいいのはね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。そして逆足の頻度は普通、精度が高いということで、逆足がね使えるんですけれども、波普通ということで、ここだけ残念なポイントではありますね。スキルを見ていくと、こんな感じでダブタ持ってて、根幹も持ってて、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、ノールックパス持ってて、そしてスーパーサブということで、このスーパーサブ持ちの選手なんでね、前半から使うってよりかは、やっぱり後半から投入してあげるのがいいのかなと思うんですけれども、能力値もねバランスよく高くて、スキルもこんだけ優秀ということで、まあこの選手を無料でね獲得できるなら、ね、獲得したのが個人的にはいいんじゃないかなと思います。まあパス能力もありますし、ワンタッチパスとか持ってますね。個人的にはこのフォワードでもいいと思うんですけど、 OMF とか、まあ、2列目とかでチャンスメーカー発動させて使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。ってことでね、早速じゃあこのメルテンス試合で使っていきたいと思います。はい、ということでここからでメルテンス後半からですね、 OMF の位置で使って起用していきたいと思います。使って起用していけますってね、ちょっと日本語としておかしい説はありますけども、ちょっとやっていきましょう。でメルテンスね、マジで使用感がめちゃくちゃ軽い。こことかもこんな感じで、もう相手をかなりこんな感じでいなせる。めちゃくちゃね、軽いですし、まあ、スパーサブでやっぱ出てくるんでね、能力値もあそこから上がって出てくるんで、これ早いよね、マジで。ここもギュンギュンっすよ、これやばない？これ、ギュンギュンやん。クロス。いや、無理か。よし。今みたくね、もうサイドもえぐれるし、で、だからまあ、サイドで使ってもいいと思うんですけど、やっぱりチャンスメーカー活かして、OMF でアシストもしてほしいみたいな感じでね、ほんとどこでも使える選手だと思います。ここメルテンス、スルパス。あるよ、このチャンスメイクから、なんか、はい、いや、無理か。ナイス。はい、当てて、これ、簡単いこう。下当てる、メルテンス、メルテンス、これ、ガンガンいきましょう。早すぎ、メルテンス。縦当てる。終わりなん。はい、ってことで、2試合目やってくんですけど、なんかさ、アプリってさ、手汗めっちゃかかない。俺さ、全然メルテンス関係ないけどさ、手汗アプリめちゃめちゃ書くんですけど、据え置きやっててさ、全然書かないのに、アプリの手汗やばい。こうメルテンス、いい抜け出し。来た、メルテンス。こっから、根幹。うわー、マジある。いやー、マジか。いや、でもいい抜け出してくれたね。結構さ、やっぱり、今作、チャンネル上がってきてくれよね。あんな感じで、
うわー、ちょっと、もうちょっと運べたか。いやー、はいや。エンクンか、はいや。ナイス。見る点数、来て、いけ、見る点数。マジで早い。縦使って。いや、無理か。ナイス。ナイス。当てる。当てる。横当てる。奥当てる。落とす。うわー、無理。下当てる。中当てる。はい、来た。当てて、落として。ここ、メルテンス一回落として。メルテンス、来た、この上がり。これがめっちゃいい、来た。いやー、惜しい。あの上がってくるのめっちゃいいんだよな。いける。いや、無理か。はい、またまたやっていきましょう。受けて、ダブター。はい。ここうまく、インパクトいっちゃうこれ。来た。マジかよ。これだね。これがいいよね。だからパスもうまいのが、だからピンクロ持ってないけどね。パス数値高いから、あんな感じでクロスもできると。いや、いいっすね。サイドいる褒め屋だね。うわ、怖っ。危ねえ、やり返される。ちょっと、危ねえ、ナイス。メルテンス、ゴー。下、使って。いいよ。ベリンガムがなんかここにいる。当てる。落とす。はい、こっち、クレニューソン。立て、チョップタッチ。はい、いける？無理か。はい。ダブタコンか。いやー、無理か。使って。わー、うまいな、守備。ナイス。中、使いたい、メルテンス。ナイス。いや、無理か。奥。いやー、神ボール。からの、シューキャン入れて。中、メルテンス。来た。ダブタ？うわ、惜しい。ナイス。メルテンス受けて、ここ。いいボール、ある。まあ、またメルテン走ってる。え、来た。おい、メルテンス。いや、めちゃくちゃいい。今、ワンツーにのこれ入れてなかったよね。ある。まあ、またメルテン走ってる。え、来た。おい、メルテンス。いや、こんな感じで抜け出してくれるのめちゃくちゃありがてえ。で、決定力も普通にあるからしっかり決めてくれると。いや、スパサブよ、これこそ。ナイス、マジで。いいよ。当てて、中使う。縦当てる。はい。で、落としてメルテンスに。で、縦パス当てて。はい。はい。はい。うわ、ある。下。デニソン来た。いや、無理か。伸びだ。マイナス？メルテンスあるよ。うわ、惜しい。縦。え、ねえやん、待って。ちょっと。まずい、逆にまずい。ラスト。ちょっと怖すぎる。ちょっと待って、頼む。オフサイ？あ、ラッキーすぎる。はい、ということで、メルテンス使っていったんですけれども、いかがだったでしょうか？まあ、先ほどね、映像でお見せできたようにアシストできたりとか、まあ、点も決めたりとか、まあ、本当に非常にね、優秀なスパサブなんで、ぜひね、指名契約権に余裕のある方獲得していただければなと思います。はい、こんな感じでユットモの動画やってますので、ぜひ皆さんよろしければコメント、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。